ファレルのショーをパリコレで体験できることを楽しみにしていました。岩田武則。画像、ルイ・ヴィトンのショーに出席した岩田武則。写真全3枚、現地時間1月16日20時からフランス・パリで開催された、ルイ・ヴィトン2024秋冬メンズコレクションのファッションショーに同ブランドのアンバサダーを務める岩田武則。エグザイル、三大メジェーソウルブラザーズ。 が2024春夏メンズコレクションのアイテムをまとって出席した。今回の紹介状となったアクリマタシオン庭園は、ブローニュの森の北側パリ16区にある皇帝ナポレオン3世が近代パリの象徴とみなした由緒ある場所。パリで唯一のアミューズメントレジャーパークであり、また2018年には LVMH グループによる大規模な工事を経て刷新され、 カナダ系アメリカ人の建築家フランク・ゲイリーが手がけた本田氏オン・ルイ・ビトンもこの敷地内にある。ウェンズクリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムスが手がける賞には初出席となる岩田武則は、ファレルのショーをパリコレで体験できることを楽しみにしていました。今回はまるで西部劇を見ているかのようで、ショーの世界に引き込まれました。ワークウェアの要素が詰まったコレクションは、取り入れやすいアイテムがたくさんありました。 また、世界中の友人と交流できたこともパリコレの楽しみの一つで、とても嬉しかったです、とコメントした。リリース情報、2024年1月15日オンセールデジタルシングル、Just You and Me、2024年3月6日オンセールアルバム、アートレス。